はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画では僕が手放した考え方についてお話をしていきたいと思います。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。でちょっと本題に入る前に告知なんですけども、まずこちらですね、第1作目第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。先日も重版させていただきました。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、そちらからご購入いただけたらと思います。でそしてもう2点告知がありまして、1点目はブログですね。つい先日ブログを開設させていただきました。動画公開後数日から数週間かけてその動画の内容をまとめたもの、要約されたものが記事化されますので、文章で復習したい方はぜひ概要欄からブログのチェック、フォローお願いします。そして最後もう1点はこちらですね、7月17日に東京ミニマリスト交流会を開催させていただきます。ちょっとね、仕事の都合とかコロナの影響とかで多少メンバーは入れ替わるかもしれませんが、皆さんご存知のミニマリストさんもねご参加されますので、興味のある方、ご参加してみたい方はぜひコメント欄チェックしてみてください。はい、ということでここからが本題ですね。改めまして、本日の動画では僕が手放した考え方についてご紹介させていただけたらなと思います。では早速一つ目から参りたいと思います。僕が手放した考え方、一つ目はみんなと仲良くするとか、人脈が多い方が豊かという考え方は手放してよかったですね。で、まあ、僕自身手放したきっかけとしては、まあ、昔ね人生どん底味わった時、あんまり人生がうまくいってない時に、まあ、何か見直そうと、まあ、まず物からね見直したんですけども、まあ、人間関係もやっぱりね物と同様に減らした方が豊かになるんじゃないかなと。昔は人間関係、人脈が多い方が幸せになる、友達が多い方が幸せになるっていう風に思ってたんですけども、だけど人間関係が多くて、まあ、メールの返信だったりとか人付き合いだったりとか気を使うことだったりとか、まあ、そういうのが増えて逆にちょっとストレスなのかなって思ったりとかもして、僕は手放しました。でまた後でも話するかもしれないですけど、みんなと仲良くするんじゃなくて、例えば僕が好きな人とか憧れの人もしかり、僕を好きでいてくれる人とだけ仲良くしていった方が、まあ、気も使わないしストレスも少ないんじゃないかなと思って、僕自身はね人付き合いを少なくしました。でまあもちろんその仕事仲間とかね、例えばコラボ仲間とかそういうのは増やしてはいますけども、まあその親友だったりとか、まあ、普段遊ぶ友達とかはあまり増やさないようにしていますね。増やしすぎると、まあ、その連絡したりとかメールのやり取りもしかり、あと交際するための時間とかね、お金とかどんどん出ていっちゃうので、本当に大事にしなきゃいけない人、大事な人にその時間とかねお金を使えなくなっちゃうので、まあ、結果人脈少なく方がみんなと仲良くすることをやめてね、よかったかなと思います。続いて2つ目参りたいと思います。僕が手放した考え方2つ目は物が多い方が豊かという考え方ですね。これはもう皆さんご存知なのでさらっと流しますけども、まあ、昔は当然物が多い方がたくさん物を持っていた方が豊か、幸せになると思っていたし、まあ、周りに自慢できるというか、まあ、周りにもアピールになりますしね、まあ、そう思ってたんですけど、まあ、実質どうだったかっていうと、まあ、お金もなくなってったし、結果お部屋もねごちゃごちゃになってしまってストレスだったので、物は少ない方が豊かになるなと結果思いました。でつい先日もね、中田敦彦さんがついにミニマリストのね動画上げてましたけど、佐々木文夫さんのもう物は必要ないっていうね書評レビュー上げてましたけども、まあ、おそらく今後ね時代の流れとしてね、そういう風に物が少ない方が豊かになるんじゃないか、幸せになるんじゃないかっていう風に気づいていく人もねどんどん増えていくと思います。僕自身ももう数年前、5年前、6年前にそういうことに気づき、まあ、実際にミニマリスト生活をずっと続けてきてよかったかなと思います。もうこれはねもう一生涯もう生活の基盤として、物を持たない暮らし、物が少ない暮らしを、まあ、生活の基盤としてやっていけたらなと思っています。続いて3つ目参りたいと思います。僕が手放した考え方3つ目は我慢は当たり前という考え方ですね。我慢は当たり前という考え方です。
まあ、若い方とかあとはね、もともと学生の時に体育会系だった方、スポーツやられてた方は、まあ、我慢とか忍耐力っていう言葉がもう当たり前なのかもしれないですけど、僕はそういう我慢とかをやめてよかったなと思っていて、まあ、僕ね、もともと野球部なんで結構体育会系で、なんかもう我慢とかね、忍耐っていうのはもう当たり前だったから、なんか辛くてもやめちゃいけないとか、あとはね、もともと僕が勤めた会社も結構体育会系の人が多くて、まあ、そういうのは結構ありましたね。もう我慢みたいな、嫌なことがあっても続けなさいみたいな風に言われてて、まあ、それが正直しんどかったっていうのもあるし、まあ、それもね、一ついい経験だったとは思うんですけど、これね、人にもよるかもしれないですが、あの、僕自身その我慢をやめ続けて逃げ続けてチャンスをつかんだ人間なので、まあ、全員ね、そういう風に嫌なことをね、やめ続けて、嫌なことから逃げ続けて、まあ、チャンスをつかめるかどうかっていうのは一概にはね、言えないですけど、僕は逃げ続けて正解だったなって思いますね。逃げ続けた結果、まあ、YouTube っていうものに行き着いて、楽に生きたいというか、自由に生きたいとか、まあ、楽に稼ぎたいって言ったらちょっとあれだけども、まあ、ストック型の収入でね、そこから広告収益入ってきたらどんなにいいだろうかと思って逃げ続けた結果、そこに行き着いたので、そういう考え方も、まあ、これからの時代は大事かもしれないなって思いましたね。そう、我慢することではなくて、じゃあいかに楽に生きられるか、いかに自由にストレスフリーで生きられるかっていうのを考えて、多少なり物を買うでもいいですけど、行動習慣を変えてみるとか、働き方を変えてみるとか、人脈、人付き合いを変えてみるとか、時間の使い方を変えてみるとか、なんかそういうのがね、大事じゃないかなって思います。だから僕自身は普段もう我慢はしたくないなと思って、まあ、もちろんね、我慢も必要な時もありますけど、昔に比べてるとだいぶ減りましたね。だからもう我慢してストレスがたまるようなことをするぐらいだったら、外注したりとか、お金を払って誰かにやってもらったりとか、まあ、そもそもそういうことはもうしないと決めたりとか、まあ、人に頼ったりとかっていうのはしたりしてますかね。続いて4つ目参りたいと思います。僕が手放した考え方4つ目は、自分は変われないという考え方ですね。自分は変われないという考え方です。まあ、正しく言うと、変わりたくないっていう方が正しいのかもしれないですけど、やっぱり人間って変化が怖い、変わることが嫌な生き物だと思います。なぜかというと、今までと同じ行動した方が同じ結果が得られるから安心なわけですよ。だけど今までと違う行動しちゃうと結果も違ってくるから、その今まで自分が生きてきたのとは違うまた結果が出てくるので、もう怖いわけですよね。何が起こるかわからない不安だったりとか、まあ、人生どん底になるかもしれない恐怖だったりとか、お金とかを失う恐怖かもしれないし、まあ、いろいろ不安とか出てくるとは思います。だから、まあ、変われないより、まあ、変わりたくないっていう人が多いと思うんですけど、僕自身はやっぱりその不安とか恐怖を、まあ、手放して、まあ、なるべく緩和させて変えていくことってすごく大事だなって思いました。もう世の中の人って変われない、変わりたくないって思ってる人がほとんどだから、そこで変えていける人間って強いというか、成功とかチャンスをね、掴んでいけるんじゃないかなと思ったりとかもします。だから結構僕自身言うこともコロコロ変わったりとか、やってることがコロコロ変わったりとかするので、まあ、そういうふうにいろいろチャレンジして試行錯誤しながら、自分にとっていい習慣だったり行動だったり時間とかお金の使い方をやってきて、まあ、うまいこと人生のその歯車が回り始めたかなって思っています。だから自分なんか変われないとか、自分の可能性で蓋をするとかってすごくもったいないので、ぜひね、積極的に変わるように、新しい変化を受け入れていけるように皆さんもしてほしいなと思います。続いて5つ目参ります。僕が手放した考え方5つ目は、弱みは見せたらいけないという考えですね。弱みは見せたらいけないという考え方です。もう結論シンプルに、なぜいけないのかっていうと、弱みを隠せば隠すほどしんどくなるし、辛くなるし、生きづらくなると思います。息苦しくなると思います。だからもちろんね、人に言いたくないことを無理やり言うっていうことは間違ってるとは思いますけど、僕自身はね、結構もう身の丈で生きてるというか、ありのままに生きようと思っていて、まあ、なぜかといったら、昔ね、それこそ八方美人で、もう人のことをよく観察して、まあ、嫌われないように生きていたし、好かれようと思って生きたりとか、あとはやっぱり自分が例えば貧乏とか、なんかかっこ悪いとか、なんかそういうのもやっぱ隠したかったんですよ。だからブランド品でごまかしたりとか、今以上にね、なんかもう自慢したりとか、ナルシストっぽかったんですけど、でもそういうのをやってて、まあ、やっぱり苦しかったし、やっぱ隠しきれないんですよ。絶対ボロが出るんですよ。
でそういうのを見てあいつはああだこうだっていう白い指刺されたりとかもするから、だったらもうありのままに生きようよと思って全部もう弱みをさらけ出して、で弱みをさらけ出すとやっぱそこにね付け込んでくる人とかもいるんですけども、でも昔に比べるとだいぶ少なくなりましたね。もちろん言われることはありますけど別に隠してないから、あまあ別にそうだよみたいな風に開き直れるし、あとは実際にそのもう身の丈で生きてるからそういうのが好き、飾らないっていうのが好きっていう人とかもだいぶ増えて、まあ、それこそフォロワーが増えたりとか応援してくれる人が増えたりとかしているので、だからまあ弱みは隠しちゃいけないなと思いましたね。で弱みを見せるからこそ弱みというかまあ僕の弱点とか欠点を補ってくれる人が現れたりとか、協力してあげますよというふうな人が現れてくれたりとかしたので、はっきり弱みを見せるとなんかそういうふうに自分の欠点を補ってくれる人が現れてくるなって思いました。で弱みを見せられないと言ってみたら表面上は完璧人間に見られてしまうから、あの人は一人で生きていけるとかね、あの自分なんかがやらなくてもあの人一人で全部できるみたいに、なんか変な歯車が回っちゃうというか、本当は手伝ってほしいのにとか、本当は一人で全部やりたくないのにもう完璧主義とか、その表面上ね何でもかんでも完璧っていう風に見せちゃうとそういう風に苦労すると思います。だからもう僕はもう普通に弱みとか弱点とかやりたくないこととかめんどくさいことっていうのは、まあ、口が悪く聞こえるかもしれないですけど結構大っぴらに言って、まあ、手伝ってくれる人いませんかとかね、これ手伝ってっていう風に言ったりとかします。もちろんあんまりねなんか愚痴っぽく言ったりとか、なんかこれやりたくないあれめんどくさいとかいうのを頻繁に言っちゃうと周りもねなんかあいつ嫌だなって思っちゃうからあんまりは言わないですけど、でも隠そうとしないっていうそういうマインドとかね発想っていうのは大事じゃないかなって思います。でその代わりに自分の長所とか、まあ、良さとかを、まあ、周りに還元する恩返しするっていうのは大事ですよね。続いて6つ目参りたいと思います。僕が手放した考え方6つ目は最初からできて当たり前という考え方ですね。最初からできて当たり前という考え方です。まあ、これはつまりどういうことかというと、まあ、学生時代とか、まあ、部活の時にもあったんですが、まあ、やっで失敗は良くないみたいな、最初からできて当たり前みたいな、まあ、風習というか文化だったんですよ。で社会人になってからなんかまあ最初ね新人なんだから、まあ、できなくても当たり前だよみたいなことはよく言われてたんですけど、まあ、そうは言ってもね長い間小学校中学校高校大学とねもう間違ったらいけないみたいな、もう最初からできて当たり前みたいな教育受けてきたからやっぱりそこを抜け出せなかったわけですよ。まあ、少しずつ、まあ、いろんな失敗も重ねながら大きい失敗とか挫折を味わいながら、あ失敗から学べることもあるなとか、あ失敗ってすごく大事だなって思うようになったんですよね。でさらに特に若い時20代なんかはやっぱりねあの年を重ねて30、40、50になってくると失敗が怖くなったりとか失敗できなくなっちゃうから、なったらもう開き直って20代のうちは分からんことは分からんと言ったりとか、まあ、怒られたりとか叱られたりとか、まあ、失敗することももう当たり前だと、とにかく怒られてもいいからいろいろ挑戦しないと損だなと思い始めてから僕自身は挑戦するようになりましたね。で、まあ、本当に人一倍ねもう周りの人よりもたくさん失敗したからこそ僕自身はそのなんか失敗することっていう、まあ、ノウハウというか、まあ、知識が身についてで、まあ、そういう選択肢がどんどん消えていって、あこういうことを成功するんじゃないか、こういうことをしたら成功するんじゃないかみたいなことが見えてきて、あとはまあさっきも言ったようにもうとにかく嫌なこととかねストレスのかかることから逃げ続けた結果、まあその一個のねチャンスをつかめたというか、まあ、YouTube と出会ったりとか素晴らしいご縁があったりとかして、まあ、僕自身は失敗から逃げ続けてというかそういう選択肢が消えていってよかったなと思います。だから最初から失敗して、まあ、当たり前というかむしろ失敗を歓迎すべきなんじゃないかなと思いますね。あの嫌だとは思うんですけど、まあ、失敗が恥ずかしいとか失敗したらいけないみたいな考えとか、まあ、そういうのは手放した方がチャンスはつかみやすいかなと思います。続いて8つ目参りたいと思います。僕が手放した考え方8つ目は周囲から浮いたらいけないという考え方ですね。周りから浮いたらいけないという考え方も手放してよかったかなと思います。まあ、日本の学校教育だとみんな揃ってないといけないというかみんな一緒じゃなきゃいけないっていう風習というか校則ってあるじゃないですか。例えば女性であればスカートの丈は膝上はダメとか、あとは髪は染めたらダメとか、アクセサリーピアスとかつけたらダメ、化粧つけたらダメとか、まあ、男性で言うと何でしょうね、
なんか学ランを変な風に改装したらダメとか、ボタンは外しちゃいけないとか、第一ボタンちゃんとつけなきゃいけないとか、なんかそういうのってあったじゃないですか。やっぱりそういうのがあるからこそ社会人もね、まあもちろんそれでも大事だとは思うんですよ。あの社会を回すためには集団行動するっていう意味で、まあそういう風紀を乱さないためにね、みんな同じじゃなきゃいけないみたいなのあるかもしれないですけど、あくまで僕はなんかそういう文化風習に息苦しさを感じて、そこから抜け出したいなと思いましたね。で逆に周りから浮いた方が、まあ、自分らしく生きれるというか、やりたいことができたりとか、嫌なことは嫌って言えたりとか、なんかそういうふうに自由に生きれた方が幸せなんじゃないかなと思って、会社員を辞めてフリーランスの道に進んだりとか、あとはまあさっきも言ったように、自分を飾るんじゃなくて、もうとにかくありのままに生きて、で自分の気持ちも素直に表現する、やりたいことはやりたい、嫌なことは嫌、好きなものは好きとかね、まあ、めんどくさいとか疲れたとか、まあ、そういうのはまあ心に従って生きるというか、まあ、そういう感情とかもね、なるべく素直に言うようにしてます。いいものはいい、悪いものは悪いとかね、まあ、嘘ついちゃうと結果はまあボロが出たりとか、信用が傷ついたりとかしたりとかするので、まあ、あまりお世辞とかも言わないですし、まあ、素直に表現する、まあ、嫌われたところで、まあ、別にね、その人とのご縁がただ一人だけ切れるだけだから、まあ、別にいいかなと思って生きています。であと皆さんにお伝えしたいのは、やっぱりね、その周囲から浮いちゃいけないみたいな、出る杭は打たれるみたいな風に、そういう風に生きるのは嫌だっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、結論ね、出過ぎた杭って打たれないんですよ。ちょっと出た杭はね、パンと打たれるかもしれないけど、周りからね、ワーワー言われるかもしれないですけど、もう出過ぎた杭って打てないんですよ。もう手が届かないんですよ。だから、まあ、逆を言えば、もう手が届かないぐらい出過ぎる杭になるっていうのは大事かもしれないですね。まあ、あまり人に迷惑をかけるとか、法律を違反するとか、まあ、そういうのはなくした方がいいとは思いますけど、まあ、自分らしく生きる上で、まあ、あれやりたいこれやりたいとかね、あれやりたくないこれめんどくさいっていうのは、まあ、素直に生きたらいいんじゃないかなと。まあ、結果ね、あのそういうふうに生きても社会は回るし、会社も回っていくと思うし、まあ、もちろん嫌だっていう人はいるとは思いますけどね。ちょっと生きづらくなったら、まあ転職するもよし、フリーランスで生きるもよし、まあ、そういうふうに自由に生きるってすごく僕は大事じゃないかなと思いますし、まあ、そういう周囲から浮いたらいけないっていうのはやめてよかったなと思います。続いて9つ目参りたいと思います。僕が手放した考え方9つ目は、全員に嫌われているんじゃないかという考えですね。全員に嫌われてるんじゃないかという考えも手放してよかったかなと思います。昔はナルシストだったんですけど、ただ裏側では全員に嫌われたくないとか、全員に嫌われてるんじゃないかと思ってナルシストになったのか、そのナルシスト風を装っていたのかはちょっとわかんないですけど、そういう発想ってあったんですよね。全員に嫌われてるというか、まあ、昔ねちょっといじめられた経験もあるから、まあ、そういうのもあってかもしれないですけど、だけど、まあ、結果ね、まあ、僕自身も、まあ、人生30年生きてきて思ったのは、全員に嫌われるって逆に難しいなって思いました。当然全員から好かれることも、まあ、ないとは思いますし、難しいとは思うんですけど、まあ、どんな生き方をしていたとしても絶対に100人いたら1人は応援してくれたりとか、その生き方いいねというふうに思ってくれたりとかするんだなって思いましたね。だから全員的だとか、全員に嫌われてるとかっていうふうに思うと、やっぱりその、まあ、心がねネガティブになっちゃうので、まあ、少なからず自分の味方はいてくれるとか、応援してくれる人は少なからずいるんだっていう発想のもと動いていくっていうのは大事だと思います。挑戦するとか、ありのままの自分で生きるとか、なんかそういうのを自信にして生きていくって僕は大事じゃないかなって思います。でこれ多分ね、発信者あるあるだと思うんですよね。発信してるとやっぱり批判されたりとか否定されたりとかするのが目につくこともあるんですけども、そうするとね、まあ、全員から言われてるような気はするんですが、昔はそういうふうに思ってたんですけど、まあ、でもやっぱりフォロワーっていうね、フォローしてくれる人も当然いるし、やっぱ応援してくれる人とか感謝してくれる人って少なからずいるから、だから自分は一人じゃないんだなと、少なからず自分のことを好きでいてくれる人、応援してくれる人って、味方でいてくれる人っているんだなと思って動くようにしています。
はい、だから結構自信を持って発信しているし、自信を持って発信できるようになりましたね、そういうふうに思ってから。だからぜひ皆さんもぜひね、味方は少なからずいると。嫌いな人ももしかしたらいるかもしれないですけど、全員が嫌いっていうわけじゃなくて、まあ、1人2人とかは絶対にその味方になってくれる人、好きでいてくれる人っているので、まあ、そういう人も大事にした方がいいですね。続いて10個目参りたいと思います。僕が手放した考え方10個目は、相手をコントロールできるという過剰な自信というか、はい、そういうのを手放してよかったですね。相手をコントロールできるという思い込み、これも手放してよかったです。で、僕自身は若いからこそ、まあ、社会を知らなかったからこそ、まあ、自分の力で周りを変えることができるみたいな風に思ってたんですけど、社会人になってからつくづく思うのは、人を変えるって難しいなと。人を変える、コントロールするって、まあ、やっぱり言うこと聞かない人もいるし、ちょっと難しいなって思いましたね。だから、まあ、よく、ね、聞くことだと思うんですけど、皆さんも人を変えるんじゃなくて自分が変わった方が手っ取り早いよっていうのは、もうまさにその通りだなって思いました。だから、まあ、さっき言ったように、その自分は変えられないみたいな思い込みも手放さなきゃいけないなと思って、他人をコントロールしたいとか変えたいっていうよりは、まずは自分をコントロールしたり変えていかなきゃいけないと思いましたね。その上で、例えば周りをコントロールしたりとか、ちょっとでもね、まあ、自分の言うことを聞いてくれるって言ったらあれだけども、周りが動きやすいように、例えばルール作りをしたりとか、まあ、マニュアルを作ったりとか、よりタスクとか行動とか作業をシンプルにしたりとかすることによって、まあ、少しでもね、コントロールしやすいようにというか、動きやすいようにするっていうのは大事かもしれないなって思いました。あとは、まあ、僕自身もね、まあ、本当に素人に毛が生えたような人間ですけども、やっぱりね、褒めてあげたりとか感謝をたくさん伝えた方が、やっぱり気持ちよく周りも動けますよね。逆になんか悪いところとか欠点ばっかり指摘しすぎると、やっぱりね、僕の代わりに動いてくれる人とか、僕に協力してくれる人とかもやっぱ離れちゃったりとか、嫌だなと思いながら働かれたりも嫌だから、だからなるべく、まあ、感謝の気持ちとか、まあ、いいところを見て、まあ、その人の良さを発揮できるようにとか、まあ、そういう風にした方が周りを変えやすいって言ったらあれだけども、まあ、変えることはしないですけど、動きやすいような環境にするみたいな感覚ですかね。だから本当にもうつくづく、人を変えるとか人をコントロールするってすごく難しいなと感じています。で、この動画も僕自身ね、こんな風に話してるけども、まあ、実際に行動を変える人とか習慣が変わる人、人生を変える人って本当にごく一部だと思います。もう本当に数パーセントですね。それぐらい本当難しいんで、だから本当に僕自身も発信するときは本当にごく一部の人に響けばいいなっていう感じで発信してますね。だから皆さんも全員変えようとか、身の回りの人間をコントロールしようとかって思っちゃうと、まあ、そこに時間とかお金とかでもすごい取られちゃうので、まあ、一部の人を変えられたらいいっていう発想も大事だし、あとは周りをコントロールしようとか変えようとかよりも、自分をまず変えていくっていうのが大事じゃないかなって思います。続いて11個目ですね。僕が手放した考え方11個目は、周りの環境が悪いという考え方ですね。もう全部周りのせいにする考え方は手放して良かったかなと思います。まあ、当然人間っていうのは環境に染まる生き物なので、その環境の良し悪しによってやっぱり成長度合いだったりとか、チャンスをつかめるかどうかって変わってくるので、結論言えば、環境のいいところに自分から飛び込んでいくっていうのは大事じゃないかなと思います。だから何でもかんでも環境のせいにして、そこからずっと動かないのは、もう結果自分がそういう選択を選んでるわけなので、もう言い訳でしかないと。だからもう環境が悪いんだったら、死の子の言わずに自分から環境を変えていくっていうのが大事だと思います。で、まあ、当然、まあ、難しいですけど、周りの人間とか会社を変えていくとかね、環境を自分一人の力で変えていくって相当大変だし、相当時間とかお金とかエネルギーとか奪われていくとは思いますけど、そういうのがしたいのであれば、環境を変えていけるように努力するもよし、まあ、やっぱり環境変えるのってすごく大変なんで、手っ取り早く転職をするとか、人付き合いを変えるとか、働き方を変えるとかっていうのも大事じゃないかなって思います。だから僕自身も環境のせいにするっていうよりは、
まあもちろんね、そこでしばらく、まあ、様子を見るっていうのも大事かもしれないし、まあ、ある程度ね仕事の基盤を作るとか生活防衛資金を貯めるとかっていうのも大事かもしれないですけど、まあ、チャンスが来たりとかいいタイミングが来たらもうすぐにねささっと環境を変える、住環境もしっかり職場環境もしっかり変えていくっていうのが大事じゃないかなと思います。でやっぱり環境が良くなると、まあ、当然ね行動習慣も変わる、時間とかお金の使い方も変わる、人付き合いとか人間関係も変わるので、やっぱ変えた方がいいですね。いい環境にどんどん積極的に飛び込んでいくっていうのはすごくすごく大事なことだと思いますので、今現時点でね皆さんが環境が悪いなとか周りが悪いっていう風にね責任転嫁してる方は、まあ、そういうのは一切やめて、もう自分からねそういういい環境に飛び込んでいく、悪い環境はもう抜け出していくようにしてみてほしいなと思います。続いて12個目、これもね僕つくづく思うことなんですけど、僕が手放した考え方12個目は大人の言うことは正しいっていう考えですね。大人の言うことは全員正しいという考え方です。僕もしかりなんですけど絶対に間違うんですよ、人ってね。でまあその間違いも当たり前だし、やっぱりその嘘を言う人とかももちろんいるわけじゃないですか。ちょっと着飾ったりというかちょっとね見栄を張って、まあ、大げさに言ってしまう方とかもいらっしゃるし、自分の非を認めたくないから嘘をつく方とかね謝らない方とかもいらっしゃいますし、だから大人の言うことって全員信じちゃいけないなって思いました。で過去に僕自身詐欺にもあったし、まあ、裏切られたこともたくさんあるし、だからちょっとねひねくれた考え方かもしれないですけども、まずは疑うようにします。信用しないようにって言ったらちょっとあれだけども、結構疑い深いですね。まあ、だからこそ常識を疑うこともできて、まあ、非常識に生きれることができた、いい意味でその常識を覆して自由奔放にというか自分らしく生きることができたのかなって思ったりとかもしますけど、もちろんねベースとしては信じるかもしれないですけど、まあ、でももしかしたらこの人も、まあ、裏切るかもしれないというか嘘を言ってるかもしれないというか、まあ、ちょうどいい距離感で調整したりとかはしますかね。ある程度僕自身はもう裏切られる前提で、まあ、失敗前提で被害がでかくならないようになるべく、まあ、自分一人でもできるような力をつけたりとか、まあ、行動習慣をシンプルにしたりとか、まあ、なんかちょっとちっちゃな問題が起きた時に、まあ、ちょっと修正をね加えられるようにその人の行動を見守ったりとか、まあ、自分も動けるようにしたりとかっていうのはしてますね。そして最後13個目参りたいと思います。僕が手放した考え方13個目は仕事は辛い、社会人は大変、夢は叶わないという考え方は手放してよかったかなと思います。多分大体の方っていうのは仕事は辛くて大変だとか、社会人になって大人になってすごく苦労を味わってるとかね、もう学生の頃とかに掲げた夢、社会人なりたての頃に思い描いていた理想の未来は遠のいていくばかりで、そういう夢とかは叶わないんだと思ってる方とかもいらっしゃると思います。でその一方で、まあ、稀かもしれないですけど、まあ、仕事は楽しいっていう方も当然いるし、まあ、仕事がそこまで辛くないとか、まあ、仕事の量を減らせてる方とかね、あとは大人になって楽しんでる人、夢を叶えていける人って少なからずいるわけじゃないですか。で、まあ、僕自身も、まあ、昔に比べるとだいぶ仕事は楽になったと思うし、労働時間もかなり減らせたし、で最終的にはね何年後かにはファイヤーして働かなくてもいい状況を作って、本当に好きなことだけ仕事にするとか、やりたいと思った時に働くとかっていう風にもしたいと思ってるし、まあ、当然大人になっていろいろ抱えることとかトラブルとか問題とか、まあ、責任感とかいろいろ出てきて大変だなとは思いますけども、まあ、なるべくねその無駄を省いたりとか、まあ、その物もそうだし人間関係もそうだし、まあ、いろいろ着飾ることとかね、まあ、今まで話してきたような、まあ、無駄とか余計なこととかを手放していた結果、まあ、生きるのが楽になったというか、ある程度ね大人になってもいろいろ抱えることとか責任感出てくるけど、ある程度楽にはなったかなと思います。でさらにやっぱりねその大人になって社会の厳しさを知って、まあ、こういうふうに生きたいとかこういうことをやりたいとかこういうことをやめたいとかっていうのが、まあ、なかなか叶わない人とかも多いと思います。やっぱ会社員の方とかね。だけどその一方で僕自身は、まあ、社会の厳しさ知った中で理想の人生を生きたいなと夢を叶えていきたいなっていう
気持ちがねふつふつと湧き上がってきたからこそ、今までもね僕のチャンネルでも言ってきたように、まあ、その夢とか目標とかゴールを叶えるためにその足かせになるようなものとか障害になるもの、人間関係とか行動習慣とか、まあ、そういう余計なもの全部手放してきた結果、夢っていうのが着実に叶えられてきたわけですよ。でそういう余計なものとか無駄なものを手放せば、一瞬でね理想の人生を歩めるかって言ったらそうじゃないですけども、なんかそういう積み重ねって大事じゃないかなと。ちっちゃな実績を積み上げつつ自分に自信を持って、あ、もしかしたらこれもできるかもしれない、あれもできるかもしれないっていう風にどんどんその自分の可能性を広げていくというか、自分の可能性とかに挑戦できるようになる、自分の可能性を信じられるようになってくるんじゃないかなって思うので、なんかでさっきも言いましたけど、自分の可能性に蓋をするってすごくもったいないことなので、まあ大人になってね、社会人になって、まあ、社会は厳しいとか世の中は厳しい、夢なんか叶えっこないって思うのはもったいないと思います。で、まあ、夢をねそのゴールとか目標のそのハードルを上げすぎるのも良くないんですけど、どこから手をつけられるかな、何からできるかなっていうのを考えてコツコツとやっていくことってすごく大事なことですので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、本日の動画は以上になりまして、今回の動画では僕が手放した考え方13選ということでお話をさせていただきましたので、ぜひ共感したところとか参考になった部分あれば今日から実践してほしいなと思います。そして最後ちょっと告知させてください。7月17日に東京ミニマリスト交流会を開催させていただきますので、ぜひ興味のある方、参加したい方はコメント欄チェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。